ダウンでまず力抜いてもうダラーンとでこうガチッてやらないで乗った状態で走ります。それでちょっともうダラーンと力抜いてダラーンとやってもらって、でまた大体これを2往復お願いします。本当は5分から10分やってもらいたいんだけど、ちょっと時間ないからこれでダーンってやった後に、四つ倍になって手をこう丸めて、で手をこう伸ばしてもらって背骨を反らす、で深呼吸を3回ぐらいやって伸ばします。それが終わったら今度片方ずつこうギューッとここを伸ばすものを、まあ、深呼吸3回ぐらいやったら今度逆やります。それ終わったら今度手をこうしていただいて、手をこうやりまして、ここをねじる、なるべく空を見るような感じでお願いします。でさらに追い込むときは手をこうやるというより伸びます。これを左右やってもらったら、今度この状態で肩をこうやって浮かさずにこの状態でこう伸ばします。これはここの筋肉を伸ばすので、それを左右3回ずつお願いします。 足伸ばしてもらって、これもいける範囲でいいので、ももをさ、あのかかとを触る、かかとを触る、でちょっとじ余裕があったらここでぐーっと前にしてここ伸ばしてもらって、それが10回ぐらいやったら今度これで、あの股関節をのやるんだけど、こういう姿勢で後ろに行って詰まるところでこう時計回り、ほんと細かく言うと右にまず体重乗せて、そこで時計回り、逆でやって時計回りで、両方合わせて時計回り、反時計回り、8の字っていう風にやった後に、前後こう背骨も一緒にこう動かすっていうのやってもらいます。腸腰筋って言って、まあ、ここからここについてる筋肉伸ばすんですけど、これをまっすぐにして、ここをここに8割体重乗せて、こちら2割で、ここを こちらのくるぶしか こちらに当てるような形でギュッとやります。でここを伸ばします。でできるようになったら、ここからこう伸ばしてもらってこう回してほしいんですけど、なかなか難しいので、これをやった後また今度その伸びてる状態のところでしっかりここを20秒ぐらいお願いします。でこれもも前のストレッチです。今のつくのはそれで、その後足をこう出してもらいまして、ちょっとここのももの裏を伸ばす、膝を曲げた時は前に倒すと、このお尻側の方が伸びます。でこれを伸ばすと、お尻側じゃなくてここの方が伸びるので、しっかりお願いします。でそれが終わりましたら、今度お尻のストレッチなんですけど、足をここ90度しっかりまっすぐにしてもらって、できてない子は大体こういう状態になるんですけど、しっかり90度にしてもらって、このまま前を倒します。それでさらに伸ばすときは手を、まあ、目線をここから空を向くような形でやると、お尻のこの辺りがすごい伸びるので、それを左右お願いします。でそれが終わりましたら、今度足をこうクロスしてもらいまして、あのクロスした後ろの足の外側を伸ばすんですけど、足をこうクロスしてもらって、あのこちらの後ろの内側を触るような形でやると、ここがギューッと伸びます。ここを伸ばすストレッチなんですけど、足をまずあの芝生の方にしっかりかかとをつけて、こう浮いた状態の下でつけた状態で足を乗せます。それで体を膝をこう曲げてると伸びないので、しっかり伸ばした状態でかかとをつけてここを伸ばします。大体20秒ぐらいお願いします。でそれが終わりましたら、今度ヒラメ筋という筋肉が、もうあのふくらはぎに腓腹筋、ヒラメ筋ってあるんです。ヒラメ筋って筋肉はこういう姿勢で
かかとをつけた状態で前に体重を乗せます。で 下の、芝生をかかとで押すようなイメージで前に体重を乗せるとここが突っ張ってきますので、体を抱え込むようにしてぐーっとこう伸ばしてください。でそれが終わりましたら足を靴を脱いでもらいまして足をこう倒します。インステップキックの倒す状態にしてもらって、これで下にギューッと伸ばしてもらいます。でここのすねの前を伸ばす感じです。今度足首上げてもらって指を逆に反らします。なんかあんま伸びてないなというのが一本一本ぐーっと体重乗せて20秒ずつしっかり伸ばしていってください。でそれが終わりましたら今度指を引っ張りながら足を出してもらいまして、指を引っ張りながら回します。これをただ普通に回すだけで引っ張るのがミソなので、引っ張ることによって経絡っていっていろんなツボのところにも刺激が入るので循環も良くなるので、一本一本しっかりこうこちらに伸ばして回す。20回ずつ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちゃんとやると結構痛いのでしっかり回してダメな方はさっき見てた時はこんな感じで回してなくて指しか回、まあ、指回すだけでも効果はあるんですけど、なるべく全体を使ってやるようにお願いします。